ただの無線コンバーターだと思っていませんか？クーポンをいただいております。拡大写真ももうかなりワクワクです。親指シフト、シリアル通信から制御できてしまうのです。本当にこの控えめの商品名で大丈夫かなと。こんにちは。デジタルライフ楽しんでますか？作るに夢中、三峰鈴です。今日はビットトレード1の USB2BT プラスをご紹介します。このデバイスはUSB ポートと Bluetooth 機能を備えた小さな商品です。でも皆さん、これただの無線コンバーターだと思っていませんか？私は思っていました。ところがこれものすごく奥が深いんですよ。専用のカスタマイズソフトウェアが用意されていて、キーの割り当て変更やなんと親指シフトまでできてしまうんです。またこのデバイス細かく見ていくと随所にこだわりが詰め込まれていて、ただ使うだけにとどまらず、とても素敵なデバイスであると感じました。今日はこの奥深いデバイスをご紹介して、デジタルライフをより便利にしていきたいと思います。ビットトレード1様よりクーポンをいただいております。動画概要欄をぜひチェックしてくださいね。まずは普通に無線コンバーター、つまり USB キーボードを Bluetooth へ変換するようにして使ってみましょうか。この商品は組み立て済みの商品ですので、開封すればすぐに使えます。ビットトレード1は電子工作の組み立てキットや工作部材なども販売されているので、組み立て済み製品という表記がしっかり書いているのが個人的に非常にツボです。USB キーボードやマウスを差し込んで USB2BT プラスにマイクロ USB で電源を供給します。デバイスの番号を選択してペアリングボタンを長押しすればペアリング待機モードになります。3台までペアリング先を設定できます。ここまではシンプルですね。とは言いつつ、この時点ですでにキーボードとマウスの同時利用ができるようにUSB ハブに対応していたり、実はゲームパッドにも対応していたりと、すごいデバイスであることを垣間見せる仕様が詰め込まれています。ちょっと興味本位で自作の左手デバイス、自作キーボードを接続してみました。こちらは QMK ベースのバイアルというファームウェアを使っているマクロパッドです。過去の動画でご紹介しましたね。実はこちらも動きました。音量調整やキー入力、マウスのホイール操作もしっかり動いています。これは驚きですね。全ての自作キーボードが必ず動作するという保証があるわけではないですが、もしかしたら対応範囲は結構広いかもしれません。ちなみに気になる人もいると思うので、基板上のチップの拡大写真もお見せしましょう。おそらく皆さんにも馴染み深いであろうエスプレッシブ ESP32 にビッグマイコンが2つ載っています。設定アプリを見ていきます。立ち上げるとこんな感じです。パソコンに USB2BT プラスを接続し、アプリから接続します。この設定アプリの画面を見るだけでもうかなりワクワクです。順番に紹介しますね。現在設定されている接続先デバイスの名前が確認できます。デバイスのリストをクリックすると、この設定アプリからも接続先が切り替えられます。ファームウェアのアップデート機能も用意されています。買った際には一度確認しておくと良いでしょう。デバイスの名前を自分で指定することもできます。スマホへキー入力という入力欄は、今接続しているデバイスに対してこのソフトウェアから文字入力する機能です。キーの割り当て変更は指定の書式で CSV ファイルを記述して指定します。パソコンであれば OS 環境やレジストリの変更で対応できますが、モバイルデバイスとなるとそうのもいかないことが多いですよね。 USB2BT プラスでキーを読み替えてしまえば、デバイス側の設定範囲に関わらず安定して好きなキー配置が実現できます。親指シフト方式による日本語入力もできます。親指シフトは右親指、左親指でのキーの組み合わせも利用した日本語入力方式で、
いわゆる普通のカナ入力と違って最上段を利用しないので、ホームポジションから指をほぼ動かさずに日本語を入力できます。 USB2BT プラスでは親指シフト方式による入力をローマ字入力のキーとして送信する形で実現しています。設定アプリからデバイスごとに親指シフトを有効にします。この時親指シフトを有効にせずに日本語変換モードに入るコンビネーションも用意されているので、親指シフト入力とローマ字入力を使い分けることもできます。今画面では親指シフトと入力していました。手の位置がほぼ動いていなかったのが分かると思います。設定アプリでシリアルポートの番号が表示されていたことに気づいた方もいるでしょう。実は USB2BT プラスシリアルポートから中を覗くことができます。ターミナルアプリで接続するとシリアル通信から制御できてしまうのです。これはやばいですね。簡易的なヘルプも用意されているので、キーボード入力の自動化をしたり、自作のアプリに組み込んだり、面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。ここまでは USB キーボードなどを Bluetooth でモバイルデバイスへ接続するような使い方を見てきましたが、接続のスタイルはこれだけではありません。キーボードから Bluetooth でモバイルデバイスへ入力、USB 接続したパソコンへキーボードから入力、 Bluetooth 接続と USB 接続をまたいで入力先デバイスを切り替え、 USB 接続したパソコンから Bluetooth でモバイルデバイスへ文字入力。つまりこの商品は無線コンバーターにとどまらず、 USB 入力デバイスを有線や無線でつなぐハブの役割を果たすすごいデバイスなんですね。本当にこの控えめな商品名で大丈夫かなと心配してしまうくらいのとてつもない構成です。すごいです。興味がある方もいらっしゃると思うので、 Windows でのデバイスマネージャー上での認識の様子もお見せします。設定用のシリアルポートだけではなく、 USB 接続の入力デバイスとしても認識されていますね。今回は USB2BT プラスというとてつもなく奥の深いデバイスを紹介しました。パソコンでもモバイルでも入力環境を妥協しない、そんなこだわりを実現してくれるデバイスですね。 USB2BT プラスはビットトレード1の公式ショップで販売中です。ぜひ概要欄のリンクから公式オンラインショップをチェックして、クーポンも合わせて活用してくださいね。このチャンネルでは物を作ったり、物の仕組みを探索したり、パソコンを使って楽しいことをお伝えしていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。